これからの1年でやりたいことは？外出。え？聞き間違いではないですよね。ないです。予想と寸分たがわぬ反応あざます。モルトが麓の町のハンバーガーショップが美味しいって情報をゲットしてきてさ、期間限定のイベントも開催されてるっぽいし、早めに行っておきたいなと思ってます。美味しいですか？僕には魅力が分かりかねますが。まあリドル氏だしね、そこはしゃあなしでしょう。あとは港近くのホイッスルパークも朝から晩までいられそう。拙者の気力と体力が持てばの話だけど。イデア先輩が朝から晩まで外に？失礼。ホイッスルパークで何をして過ごすんですか？何って、そりゃもちろんゲームだよ。わざわざ外に行ってまでゲームを？それな！推してるシリーズの新作ゲームの情報が出たと知り、危機としてサイトにアクセスして。まさかの位置情報ゲームと発覚した時の絶望ときたら！あ、この前の休みは映画研究会の活動がなかったから兄さんと麓の町に行ったよ。貴様の兄、イデア先輩が外出したのか？うん、スマホの GPS 機能を利用したゲームで一緒に遊んでるから、たまに二人で出かけてるんだ。アイテムの入手スポットになっている店でモバイルオーダーしておいたフードを受け取って、ホイッスルパークに移動したらベンチで食事、その後の計画を立てながらね。で、兄さんが食べ終わったら公園内を歩き回ってアイテムを探したり、バトルに挑んだりするんだ。ピクニックみたいで楽しそうでしょ？貴様の言うゲームがどんなものかはわからないが、確かに悪くない過ごし方だな。僕も故郷にいた頃は両親、それから兄や姉に連れられて近所の公園に遊びに行ったものだ。セベクさんも家族と仲がいいんだ。うちと一緒だね。僕も昔は兄さん、それから父さんと母さんも一緒に近くの公園とか森や川に行って遊んでたな。兄さんが部屋にこもりがちになってからは家族でどこかに行くこともなくなっちゃったけど。イデア先輩が外出するようになったんだ。いずれまた家族揃って出かける機会も持てるのではないか。あの人は外に出なさすぎる。キャンプでも旅行でも存分に連れ回してやるといい。うん、そうだね。セベクさん、アドバイスしてくれてありがとう。